グローバルボーイズグループ INI INI IN の佐野雄大が9日、グループのインスタグラムを更新。肉体美を披露し、反響が殺到している。佐野雄大、肉体未披露同日放送の NHK 音楽番組、ブタコン、夜7時57分に出演した INI。 BTS、BTS のダイナマイトをカバーした佐野は、歌コンで BTS さんのダイナマイトをカバーさせてもらいましたありがとうございましたとオフショットを公開した。番組ではジャケットを羽織っていたものの、投稿された写真にはジャケットを脱ぎ、スタンクトップシャツ姿の佐野が、鍛えられた美しい二の腕を披露している。 癒し担当と自ら名乗り、絵文字は天使であることからも筋肉のイメージからは遠く、ほんわかとした印象が強い佐野。突然の肉体美の披露に、ファンからは、ギャップ、ジャケットの下にこんな筋肉隠し持ってたなんて、そんなに鍛えてたの、びっくり、かっこよすぎるなど驚きと絶賛の声が相次いでいる。